双子の方が生まれましたが、おめでとうございます。ありがとうございます。双子なの？良かったですね。そうですね、無事に生まれてきてくれたら何よりですね。いや、ほんとそうだね。ゆりかごダンス来てました。いや、まあ、めったにない機会だったので、まあ、本当嬉しかったですし、まあ、帰った後嫁に聞いたんですけど、はい、まあ、やっぱ感動したらしい、まあ、それを主婦に伝えたら、まあ、喜んでくれて、まあ、それも高い選手が先導してやろうって言ったこと、いうことで2点取れたので、本当に2人に捧げられた。2点目ペレイラ興奮してたんで、エンディングこうめちゃくちゃ興奮してたんで、そんな忘れましたね。イルカが無理だなと思ったら、ポンポンとして感じがしました。ありがとうございます。今本当に可愛いですか？まだ会えてないです。コロナの関係で、はい、そうですよね。立ち会いもなかなか難しいですよね、今ね。そうですね。なので、まあ、仕方のないことではありますけど、やっぱ会いたいのは会いたいですね。ありがとうございます。じゃあ次の試合に明るい話題でいいですね。まあこの前の試合にゃ誰野村選手、ちょっとだけ待ってもらっていいですか？野村選手、ちょっとだけ待ってもらっていいですか？ちょっと OK。 そんなしてる場合じゃねえだろ。はい、いい試合して勝つこと、リハビリしろ。何より大事だと思うので、みんな頑張りたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、ロッカールームで撮ってるんだ ね。昔はね、2階の部屋で撮ったりしてたんですけどね。お疲れ様でした。先日はロッカールームだったね、今ね。勝利、うん、はい、よかったですね。よかった。ロッカールームとか見てほしい、見せてほしいね、一人一人ね。どうですか、その鎖骨に誰か綺麗かとか汚いかとかね。DKB さんと一団結のロゴ入ったユニフォームは、まず最高です、うん、最高です、最高です。ありがとうございます。なんか髪型変わってますね、うん、オールバック的な感じでね、雰囲気が違う、うん、ちょっと前半もらっていいですか？そうです。おーおー。